しっかりとこの経済を成長させていくためにはどうすればいいかと、そしてまたデフレに陥らないためにはどうすればいいかということの説明でですね、お話をさせていただいたわけでございまして、税収の増加分をこの財政再建に回すべきではないか、まあ、全部回せという趣旨でだったと、私はまあこう受け取ったんですが、それを回すべきだと、こういうご質問にがあったものでありますから、税収という形でですね、いわば民間部門からですね、今委員がおっしゃったように辞書を見るとですね、まあ、2つあると、それは1つは例えば、ポンプでですね、水をこう吸い上げて別の場所にこう上げると、まあ、いうことでありまして、いわばマクロ経済上ですね、民間部門から政府部門に移してきたものをですね、これは全部すべて借金返しにしてしまうと、これは緊縮財政になっていくでしょうと、ここから持ってきたものがですね、そのままなくなったままになってしまうではないかということを申し上げたわけでございまして、そこでですね、アベノミクスの果実の一部を国民の皆様にまさにこれ還元をしていく、そしてそれはまたさらに成長戦略のためにですね、しっかりと投資をしていく、ことによってですね、これは成長につなげていくことに、まさに私は今どういう説明をの中で使っていたかということを説明しているわけであります。これは大切なことなんで、ちょっと聞いていただきたいと思います。つまり果実の一部を国民の皆様に還元し、またさらには成長のために投資をしていくということが大切だった。それはさらなる税収を果実を生み出していく、経済成長と財政再建の両立を実現することが、まあ、重要であるということの趣旨で申し上げたわけでございまして、今おっしゃっているようにですね、人の他人のですね、他人のお金をですね、取って私のポケットの中に入れるということではないわけでありまして、この説明はですね、この説明は実はよく、これは、上がった税収増加分を全部それは借金返しにしていいのかどうかという議論においてはですね、これをここを吸い上げたものをですね、全部またそのままにしてはいけないという、このまた再び民間部門に全く返してはいけないというときに、これ結構割と使われるものでありますから、使ったわけでございまして、あまり今そういう議論をするよりもですね、しっかりとマクロ経済の本質を議論された方がよろしいのではないか、このように思います。はい、葛飾君、まあ、そういうことじゃないですよ、本音の話をしてるんですよ、本音で言ったんでしょ、本音は国民からね、税金は、まあ、吸い上げてるぐらいの意識で、そういう意識でいるということの証だと思いますよ、まあ、ちょっとね、これ、失言だと思うんだったら、訂正すればいいじゃないですか、これは言葉として不適切ですよ、不適切だと思いますよ、違いますか、国民からすればね。税金というのは、我々国民が選んだ代表が国の運営のために使うために預かっているものだという意識ですよ。